旧女子で日本の第一人者となった早田ひな、日本生命がアジア大会で掲げる目標は明確だ。5月の世界選手権個人戦ではシングルスで銅メダルを獲得したが、それは今の早田に言わせれば最低ラインに過ぎない。頂点を目指す戦いに再び挑む。今大会でシングルスに出場できるのは、ボリンと同様に各国、地域で2人まで。 開催国の中国は男女ともベストメンバーを揃えており、王国の日曜をいかに崩すかという構図は来年のパリ五輪と変わらない。世界ランキング1位の孫英佐が、今回も大きな壁として立ちはだかるだろう。世界選手権の準決勝では力負けした早田。軽快なフットワークから繰り出される多彩な球に対応できず、現実を突きつけられた、と嘆いた。 その後にクロアチアで行われた国際大会でストレート負けを喫したものの、翌週のスロベニアではフルゲームにもつれる接戦であと一歩まで追い詰めた。今は勝っても負けても自分の成長が見られる。それが楽しくてしょうがない、東京五輪でのプレーは叶わなかったが、パリ五輪の選考レースでは上位2人によるシングルス代表の座をほぼ確実にしている。試合がどんどんできることは、 強くなる上でとても大事だと思う。これまでの大会がそうだったように、パリの試金石となるアジア大会でも飛躍へのヒントを見つけるはずだ。